キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、トレードに出しちゃう、あげた方がいい選手、今日はヤクルトスワローズ編です。はい、まあね、交流戦で最下位脱出して5位タイ、うん、まあ、1位とね、6.5 ゲーム差、まだワンチャンある。はい、ね、株主総会でも叩かれて、うん、おいっつって、はい、もっとヤクルト1000飲ませろっつって、まあ、言ってたかどうかは分かりませんけど、はい、飲んでると思いますよ。ジョアにしろっつって。ジョア美味しいですけどね。いや、言ってたかどうか分かんないですけど、はい、ジョア派。ジョア大好き。俺どっちかというとカルピス派。あー、カルピスもやっぱちっちゃい頃大好きでした、うん、ジョアは大人になっても結構飲みます。そうなの、はい、瓶のカルピス。瓶、うん、瓶のあるんですか。瓶派じゃない。もうあれですよ、あの、だってペットボトルとかなかったから。ペットボトルじゃなくて、なんか紙パックみたいなやつ、原液で割った気がする。あ、最先端の方。あれ最先端なんですかね。なんか牛乳パックじゃないけど瓶だから。瓶なんですか、うん、そもそもだってペットボトルもない時代だから、はい、そもそも缶か瓶しかないから。あ、紙パックでした。私先生も紙パック。そうですね、うん、そうですね、最先端だね。今どうなってるのか分からないけど今買いパック買いパックですか。最先端。あ、最先端だ。はい、さあということで、はい、ヤクルト、はい、トレードに出してあげた方がいいでしょ、うん、野手、はい、まずこちらです。おい、山崎浩太郎。おー、そこ行きます。はい、うん、もう使われへんねん。ないですもんね、いつも、ね、その、うん、まあ便利屋としてはめちゃくちゃありがたい選手ではあるけども、はい、まあ、今年のヤクルトの外野見てると、うん、まあ、塩見が怪我していなくなったんだけど、うん、まあ、西川が補強して、はい、で西川がまあまあ頑張ってるっていうところと、うん、まあ、同じタイプでいうと西川と丸山ね、うん、の頑張りもあるし、で青木がベテランで控えてて、うん、で並木が足があるっていうところと、うん、まあ、サンタナがいて、うん、で沢井が若手でいうと、まあ、復帰してきて怪我から、はい、なかなかもうちょっとないね、うん、枠が。そうですね。でも使えると思うね、外野いないところ、うん、出してて安心。はい、正直いきなりね、首出し取るでか無理かも分かんないけど、うん、出してて安心選手だから、うん、安定感ありますよね、うん、そうそうそう、常に、うんうん、だから俺は何気に使わないんだったら、うん、トレードに出しても俺はいいんちゃうかっていうね、はい、まだまだ生きる道はいっぱいあるんちゃうかっていう、うん、そうですね、うん、そのスタメンになりきれないんですよね、うん、であと、内野手、うん、宮本武志アンド太田健吾、この2人です。はい、もうちょっと竹岡が出てきて、うん、で今まではその山田が怪我していなかった時は宮本がセカンドで埋めたりっていう、めちゃくちゃ、ね、うん、いい成績残して存在感でかかったけども、はい、最近ちょっと竹岡が出てきちゃったんで、うん、そうですね、ちょっと同じ右投げ左打ちでキャラかぶりすぎてて、うん、ちょっとノーチャンスやね。そうですね。であと同じタイプ3人もいらへんから、はい、正直、うん、でまだ26、7歳ぐらいだし、ここはまあね、宮本さんもうちょっと上じゃないかな。あ、29か。29ですね、うんうん、だまあ最後ワンチャンね、うん、なあのチャンスを上げても、このままでもちょっとなかなかチャンスなさそうだしね、うん、はい、だからやっぱちょっとキャラかぶり出てきちゃったんでね、うん、山崎浩太郎とかもそうだけども、はい、まあ、そこら辺は完全に淘汰される前に出してあげてチャンスをつかませるっていうところも俺は考えとしては悪くない、うん、はい、ピッチャーね、はい、ピッチャーはね、もう怒られるかもしれないけど、怒られるかもしれないところ行こう、はい、ね、怒られるかもしれない、金久保優斗。いやー、それは怒りそうだなうん、だってこれからなんかね、もっともっと出てきそうな感じがあるし。でも使わへんねんで。まあね、今年投げてないんですもんね、うんうん、使わないんだったら、まあ、今年小沢とかも良かったしね、はい、使わないんだったら、だから俺は、まあ、確かに、だから俺いい選手だから言ってるわけ、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいんちゃうかっていう、はい、使うんだったらいた方がいいけど、はい、うん、使わないんだったら本人のためにも出していい選手を取ってくるっていうところの選択肢もあってもいいし、うん、ね、先発困ってるところはあるだろうし、うん、まあね、ヤクルトも先発困ってると思うけども、うん、使わないんだったらっていうね。そうですね、うん、確かにな、先発で出てきてほしいんだけどな、まあ、今年はね、まあ、吉村がしっかり一本立ちしてきてる、はい、エスパーとかサイスニード、うん、でヤフーレの外国人選手もね、うん、いい形になってきて、ね、うん、サイスニード、ヤフーレが2人、2枚埋まってる、うん、今高橋奎二投手がね、うん、で奥側からまた、ね、うん、チャンス得てきたらまたそこ枠なくなる、はい、って言ったら、うん、松本くんね。あ、松本ね、うんうん、はい、だから、まあ、正直まあ、いいんちゃ、名前上がってもおかしくないなっていうね。まあ、そっか、うん、そして、続いて、
こちらです、うん、山下ひかる、おーアーンド、アーンド原ジュリー、おー、はい、こちらのドラフト1位コンビです。はい、そうですね、うん、ちょっとヤクルトスワローズドラフト1位投手なかなか活躍しない、なぜなぜっていうのがあるから。活躍そんなしてないですか最近で言うと、吉村どうし、まあ、吉村、山下、原、うん、はい、奥川、うん、で、まあ、西舘、ああ、うん、今いる選手だったら誰がいいんだろうな。木沢、あ、木沢、あ、そうですね、清水、あ、清水、寺島、寺島、竹下、杉浦、うん、あと石堂ね、うん、石堂、石堂、俺と同期ね、98年そんなここら辺が本当活躍してたらもっと熱くなってきてるからね、うん、うん、まあでもそう考えたらね、石川、木沢、吉村とか頑張ってんだね。うん、そうですね。あと小川か、はい、小川2位か、小川2位、石山さんの2位、あ、本当だ、石山投手、小川投手 だここら辺も本当は頑張らなきゃいけないけどね。うーん、これはもう知った激励のね、うん、名前あげるっていう、はい、うん、うん、っていうところもあるけど、だからまあ実際のところで言うと、まあ、金久保、まあ、チャンスないんだったら俺はいいかなって思うんだよね。使わないんだったらね、まあ、このまま使わないんだったら、うん、うん、正直ね、はい、だって一時坂口先発してたからね、うん、DeNA からトレードでやってきた、うん、ね、あとはまあこの今野もう、まあ、リリーフもちょっと決まってきてるからね、はい、形がね、うん、だから今野もそこ もう使わないんだったら、まあ、ワンチャントレード名前上がってもいいんちゃうかって俺は思うけどね、うん、まあ、大西とかね右では頑張ってるから ね、 そうですね、あと星とかもね、うん、今年は頑張ってるし、うん、清水もいるってなるとちょっと今度もね、はい、チャンスないから、まあ、今度金久保あたりね、うん、使わないんだったら出しても面白いよね、うん、で野手はだからもう山崎、金久保、山崎幸太郎がもう一番手やな。金久保投手一番手になってきますか、うん、うん、使わないんだったら、はい、なんでやっていう人いるかも分かんないけど、はい、いや使わないじゃないですかっていう、うん、逆に聞きたいよね、なんでやっていう人に俺はなんでやって言いたいよね。なんでやって使わないんですよねって。なんか多分ファンの気持ちになると金久保投手とかはいやもうちょっと待ったらいずれチームの先発のローテーションをもう守ってくれるっていうなんか信じちゃう心があるんですよね。やっぱそうやってね、うん、タンスの肥やしが増えていって着ないのにどうするみたいになってくるから売れる間にリサイクル出した方がいいやん、はい、高く売れて、まあね、高く売れますからね、うんうん、その方がもう使い古しだって売れないよ。いつか着るかもで着ないからね、まあ、そういつか着るかもと思って着ないんですよね、うん、ほぼ着ないから、ね、それだったらもう売れるうちに出して新しいものを買ったりとか、はい、それに準ずるものを取った方がお互いいいじゃんね、まあね、うん、だから逆に言うとこの俺の動画は、はい、それはないよって言われると正解だね、うん、それはないよって言われてる選手の方が価値観あるってことだ、うん、あ、まあそういうことですね、うん、まあ、価値があるから、価値があるから、うん、だから当たりだよね、はい、俺はね、そういうことですね、うん、だって使わないんですもんっていうね、そうですね、だって俺も使ってる選手言わないからね、そうですね使ってる選手をトレードに出せとか言わないじゃん、うん、はい、だから使ってないから言ってるっていうね、うんうんうん、ところもあるっていうことを忘れなく、はい、そうですね、はい、期待されてるからっていうことですね、そうそうそう、まあ、こんなことかな、はい、まあ、というところで厳しい意見あるかもわかんないけど、はい、スワローズファンの皆さんどうですか。